こんにちは。こんにちは。今日は千葉県千葉市の畑に来てますが、ね、そう、こちらはどちらなんでしょうね。こちらはですね、千葉県の千葉市の渋谷さんという方です。渋谷さん、そう。あ、ちょっと、はい、こんな感じで登場しました。ありえないミスが出ましたが、でも結構渋谷って言われてる。渋谷じゃないみたいな。NG だよこれ。もう NG だけど、すいません、染谷さん、はじめまして、お邪魔します。本日は染谷さんです。染谷農場にやってまいりました。はじめまして、染谷さんでございます。本日はよろしくお願いいたします。ちょっとぬるっとゆるっと始まってしまったんですけど、そのためにやったんですね。あ、そう、さすが天才ですね。緊張を取ろうと思って。そうなんですよ。あ、さすがさすが。間違えるわけないですよ。あんなに YouTube も見た計算違いです。人参を収穫しながら、ただいま染谷農園のこだわりをね聞いてるところですが、はい、染谷農園のね、なぜねこういう無農薬にされたのか、それこそ坂巻さんであればナルナル菌っていう、まあ、病気がスタートだったっていうことを聞いたんですけど、染谷さんはなぜその無農薬自然農法にされたんですかね。そうですね、まあ元々は観光農法って言って、うん、農薬化学肥料を使ってる農業やってたんですけど、うちの長男が発達障害ってことが分かって、でそれで、まあ、当時まだ保育園の年中さんの頃に行ったんですけど、うん、行政の療育センターとか、うん、まあ、お医者さんとかに行ったんですよ。でも行ってびっくりしたんですけど、うん、みんな治ると思ってなくて、じゃあどこを目指してるのと思って行ったら、この場にいても別に構わないレベルになりましょうってところがゴールだったんですよ。じゃあ学んなきゃいいよ、君たちはもう改善はしないんだからって。そこは納得できないんですけど、頼るところそうじゃなかったんで、はい、まあそこに行ってたんですね。でしばらくはそれでも改善はするんですけど、うん、小学校に入るときに一応僕は普通級に入れたかったんですよ、うん、まあ、その可能性を信じて、うん、で個人的に勉強がそんなできるほどではなかったんで、うんうんうん、息子たちには息子2人いるんですけど、別に勉強ができなくてもいいと思ってたんですよ、うんうん、まあ、四則演算できて小学校のことが分かって、うん、計算できて会話ができれば問題ないなと、うん、英語できなくても生きていけるしみたいな、うんうん、と言ったらまさかのうちの息子は足し算の2桁からつまずいちゃってまして、おで、それまでもうちの息子ってすごく愛嬌があって、友達好きに好かれるんで、楽しい楽しいって言ってたのが、突然うわーってなっちゃったんですよ。何があったのって聞いたら、わかんねえんだとかって言うから、俺もわかんない。ちょっと教えてくれって言ったら、勉強全然わかんねえとかって言い出しちゃって、で聞いてみたら2桁がわからないと。2桁わかんないと、ちょっとさすがにね、まあ、ちょっと生活するの困るなと思って、でももう病院はね、もうダメだし、行政も頼りになら、頼りになって失礼ですけど、うん、そういう変えてそうと思ってないんで困っちゃった時に、ある方がいや食べるもの変えるといいみたいだよって言われたんですよ、うん、食べるもの大事だと、もう我でもすがる思いで、とりあえずいろんな野菜とりあえず見たんですよ、うん、その中にすっげえ美味しい野菜があったんですよ。うん、なんてうまいんだと思って自分が笑顔になっちゃって。何ですかそれ。それが無農薬のオーガニックだったんです。へえ、何この野菜と思って、うん、生で食べてみたら分かるからって言われて、さても食べたんですね。さても食べた時に、いやなんか別にほんのり甘みがあるぐらいで普通と思ったんですよ、うん、じゃあ自分のところも作ってるからって、うん、と食べてみたらもう非常にまずい。ベベベみたいになっちゃって、えぐくて食べられないみたいな、うん、何この違いみたいな。でも小松菜はめちゃ甘くて美味しいみたいな。でもう本当に自分は感動しちゃって、うん、この感動をみんなにも味わってほしいと思ったんですよ、はいはいはい、それが始まりです。はぁ、そうなんですよ。でそれを息子に与えたら、まあ、食べてましたら結構改善はしてくれまして、うん、今は全く問題ない状態。あ、そうなんですね。そうそう、へぇー、天才って僕は思ってます。うわー、親ばかりですけど。どうよ今の話を聞いて。なんかこの、なんだろう、源、はい、そのやろうと思った源ってやっぱ、はい、家族のことだったり大事なものを守ろうとすることから始まるって、なんかよく坂巻さんに聞いたんですよ。そうここでもここでも出ちゃうんですけど、坂巻さんがそういうことなんだろうなと思いました。結局だって息子さんがいなかったら正直分かんないですもんね。分
かんないですね、うん、だから息子には感謝してますね。感謝です、本当に、うん、本当自慢の息子ですね、僕にとって。うわー、もうかー、息子さん聞いてる、うん、息子さん聞いてる。そうだね、出荷のお話をお伺いしてたんですけど、はい、細宮さんは葉っぱは基本的にカットして、はい、まあ、泥は洗って出荷されてるということで、はい、なんでそれ葉っぱを切り泥を洗い流して、葉っぱの場合は収穫して並んで3日4日ぐらいはまあなんとかギリいいんですけど、あんま 5日とか1週間とか過ぎると葉っぱにこの人参の栄養が全部いっちゃうんですよ。ここでもこの中にある栄養がいっちゃうんで、人参が美味しくなくなる、だんだん美味しくなくなっていくのと、スカスカになっていっちゃうから味が落ちるのと、スカスカになっていくっていうところで、葉っぱをこう落とすようにしてます。だから欲しい方は大体すぐ食べないんだったら落として葉っぱを添えて送るって感じですかね。葉っぱは調理法とかってあったりするんですか？葉っぱはですね、サラダみたいにしてこう散らして使うか、うんうんうん、あとはその素揚げで食べるか、で、大抵の人とかこだわってる人はこれをパウダーにしてやるってこと思いますね。乾燥させてパウダーにするってことで。なるほど、なるほど、なるほど。で、洗うのは泥付きもそういう無農薬でオーガニック自然栽培の方とかいるんですけど、うんうん、どうしてもやっぱりね、このシミだったりとか、うんうん、人参自体のそういう痛みとかっていうのが泥に隠れちゃうんですよ、うんうんうん、はい、なんでやっぱりお客様にはちゃんといいものを出したいっていうのがあって、うんうん、そういうところで洗えばちょっと細かい痛みとかもそう見えるんで、うんうん、そしたらそれは B 品に回せるし、うんうんうん、はい、なんでやっぱりまあさっきも言ったんですけど、僕の中ではこう自分も家族も関わった全ての皆さんだったり、うん、物だったりとか、うん、笑顔に幸せにっていうのが人軸なんで、うん、でやっぱりそう洗った方がより笑顔になってもらえるかなっていうところでそうしてます。うん、はい、なるほど。今ね収穫中なんですけどまあ江藤さんは軍手をしておりますが、はい、染谷さんはずっと素手でやってらっしゃって、はいはい、素手でやられる理由はあるんですか？昔はグリップって言ってゴム付きの手袋を使ってたんですよ、うんうん、手を守ろうってことがあって、うん、あったんですけど、極めたいなと思って農業をもっともっとそういう美味しいものだったり、こう土のことだったりとかもっと詳しくなって極めていきたい農業自身を、うんうん、っていう時にやっぱりそういう職人さんの手ってごついじゃないですか、うんうん、こう例えば本田総一郎さんであったら豆が潰れてもうごつい手になってるけど、でもこうネジのミリ単位とかそういうミクロン単位のことも手で分かっちゃうみたいな、すげえなーと思って、そういうプロというかこう極めた人になりたいなっていうのがあって、僕もちょっと今こう素手でやってます。なんか弊害あります？弊害は毛が増えます。怪我が増えます。怪我ですね。怪我じゃないよ、この怪我、毛じゃなくて手の怪我と思いました。怪我ですね。怪我切ったりするときに軍手だったらちょっと当たっても怪我しないというか、擦るぐらいですけど、切れたりとか怪我はするよくするんで、なるほどな、怪我は増えましたね。はい、まあそれも、ね、まあ勲章かなみたいな。自分の長さみたいな。かっこいい。